はい。じゃあ、今日はリライズインタビュー、よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。はい。今日お話しいただく方ですね。ご紹介したいと思います。はい。元吉彩乃さんですね。はい。はい。じゃあ、ちょっと一言、お名前、自己紹介お願いします。元吉彩乃と言います。はい。初めてインタビューを受けるので緊張してますが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速一つ目の質問させていただきます。はい、じゃあ現在ですね、元吉さんはどのような夢やビジョンをお持ちでしょうか？はい、彩り絵本ライブラリーという名前の、絵本屋さんをウェブ上で開いていきたいなと思っています。はい。ああ、ウェブ上で。ライブラリーはい。を開いていきたい。はい。素敵ですね。はい。絵本も書かれてる、書き始めたんでしたっけ？そうですね。私が描きたい絵本も、並べることができたらなと思うんですが、はい。私の場合は、絵を描けないので、とても。絵なのですね。で、そうなんです。絵本は、やっぱりストーリーと絵と、だと思うんですけど、そんなみたいに、私みたいに、絵本作家になりたいなっていう人の、夢を叶えることができる、絵本屋さんになりたいなと思っていて、のね、絵が得意でイラストレーターの方だったりとか、文章がお好きな方だったりとか、またちょっと読み聞かせの要素も入れたいなと思っているので、声が得意な方だったりとか、なんかそういった方々のちょっとしたこう夢だったりとかを叶えられるような、作家さん側の夢も叶えられて、で、読んでくださる方も、自分の夢をそこから探せるようなストーリーに出会っていただけるようなライブラリーをなと思っています。なるほど。ちょっとそういうの初めて聞きました。そうですよね、あんまり そうですよね。はい。すごい。そのウェブ上、彩りウェブライブラリーでしはい、彩り絵本ライブラリーを考えてます。彩り絵本ライブラリー。はい。で、じゃあそのウェブに行くと、その絵本がういっぱいんあって、うん、うんうん、それを買ったりとかするってことですか？そうですね、まだですけど、これからそのお店を作ろうと思っているので、そこのこう会員さんになっていただけたら、こう好きなだけ読んでくださいみたいな形で、たくさん絵本が並んでたら、こうなかなか結構絵本ってすごい素敵なし、本当はこう出版目指せられたらなと、もちろん思ってはいるんですが、やっぱ1000いくらとかするので、1冊。なんですけど、私が今後作っていくライブラリーであると、何冊読んでも、いいような状態にできたらなと思っています。なるほど。すごい。そういうライブラリーを今構想してるっていうことですね。そうですね、はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、次の質問に行きますね。はい。じゃあ、その、彩り絵本ライブラリーですね。はい。その夢を具現化するために、今どんな目標や計画を立てて今いらっしゃいますか？はい、Facebook の、グループを作っていまして、同じ彩り絵本ライブラリーっていうタイトルにしているんですけれども、そちらには絵本を好きな方たくさんいらっしゃって、もうそんな私と比べ物にならないぐらい絵本とても詳しい方とかもたくさんいてくださったりするし、ちょっと絵本好きって方もいらっしゃったりとか、あまり絵本に興味がないって方も、お仲間でいてくださったりとかもするんですけど、またその、絵本作家ちょっと興味あるけどまだできてないけどっていう、特技がお持ちの方、絵とか、そういった方がこういろんな方々で、ちょっと絵本ってものについて広くお話しできるようなグループを作っているので、そこに集まっていただければなと思っております。なるほど。
その Facebook グループに今どんどん人が参加されて、そうですね、もう少したくさん知っていただけるように活動していかないとなと思って今のところです。はい、今だいたいどのぐらいいるんですか？今80人くらいいてくださって、すごい。はい。いつ頃までに、どのぐらいとかイメージはもしあれば。そうですね。まあ、10月あと10日なんですけど、はい、うん、まあそうだな、11月とかに100人とかは行けたらいいなと思っています。はい。じゃあ、それで、そこから、先ほど言ってた、彩り絵本のライブラリーは、いつ頃に、作ろうっていうのは。はい、はい。12月には、はい、はい、うん、できて、クリスマスを迎えたいなと考えています。あ、いいですね。クリスマスぐらいに、ね、その時期に絵本の、それができてたら、めちゃ素敵ですね。素敵ですよね。頑張ります。じゃあ今もうそこに向けて頑張って、今、ね、10月だから今頑張ってるってことですね。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ、3番目の質問、大丈夫ですか？はい。はい。じゃあですね、その夢を具現化していくために、現在、どのような活動指針、まあ、どういうことを意識しているかっていうような感じですね。それで、あとは、どんな基本活動、まあ、毎日どんな活動をされているのかっていうのを、その2点をお願いします。ありがとうございます。はい。活動指針、うん、ちょっとずれちゃうかもわからないですけど、まあ、絵本ってこう子供っていうイメージが多くの人にあるかなというふうに思うんですけど、うん、実は子供だけのものではないとはもうだんだん断言できるように、うん、なってきたかなと思っていて、うん、対象を決めない絵本、絵本ってもともと対象はそんなに決まってないんじゃないかと思っているので、はい、そういったことをこう多くの方に知っていただいたりとか体感していただけるように、また一度なんですけど、ウェブで絵本のイベントをさせていただいて、はい、作家さんにもご協力いただいたんですが、はい、そこで絵本、その絵本のことをファンの方も知らない方も集まっていただいて、うん、でそうした時に読み聞かせもしていただいたんですけど、はい、そのウェブの画面の前にお子さんも集まっていただけたりとか、まあ、大人だけで見ていただく方もたくさんいらっしゃったんですけど、大人の方もすごい良かったって、うん、絵本の読み聞かせって大人にもこんなに楽しいものなんだって新発見だったとおっしゃっていただけたので、なんかそういう機会で電子書籍、電子絵本の可能性をちょっとずつでもこう知っていただけたりとか体感していただけるようなことをやっていきたいなと思っているので、はい、はい、毎日の活動としては絵本について私がいろいろとこういろんな方に出会いながら絵本について教えていただいたりとか、うん、はい、していただけるような活動を発信したりとか、そういうことをしています。はい、ありがとうございます。確かに子ども向けっていうイメージがあるけども、大人が読んでもまたそこでいろんな発見があるっていうことですよね。はい、本当にそうだと思います。すごい、Facebook にもね、絵本紹介されてますよね。はい、はい、少しずつ上げさせていただいてます。そう、なんかやっぱり普段いろんなことに追われてたりして、はい、本当そうですよね。そうなんです。そうなんです。で、ね、本ってすごいもちろん活字の本も素敵なんですけど、うん、まあ、絵本だとね、長くてもそんな10分、長くても10分ぐらいで読める中にたくさんのメッセージだったりとか、うん、褒められて書いていただいているものも多いですので、うん、その時その時で響くものも違うので、絵をずっと眺めるだけでも楽しかったりも確かにますし、はい、
子供の時に読んでもらった絵本を大人になって全然違う風に捉えることも多いですし、面白いと思います。そうでしょうね。はい、面白いものです。すごい惹かれます。はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、じゃあ次の質問いきますね。じゃあその本吉さんがその彩り絵本ライブラリーという夢ビジョンを持つようになったきっかけですね、はい、まあ、何かどんな出会いがあったのかとか、人でもいいですし、なんか出来事でもいいですし、なんかそういった出会いとか、なんか発見、きっかけとなるような何かあったと思うんですが、ちょっとその辺を聞かせてもらえますか？ありがとうございます。私が絵本が好きなのも本当にこう数年の子で、ずっと本が好きだったわけでもないし、もうずっとこう見てきたわけでもなくて、ある日絵本カフェとかが時々最近あるんですけど、そこ行った時に、なんとなしに読んだ絵本ですごくこう衝撃を受けて、本当にこう簡単な絵本だったんですけど、なかなかその絵本を読み切るってことがなかなか苦手なんですけど、絵本だったら読めて、絵本ってすごいこう心響くことを教えてるんだって思ったことが数年前にあって、それからちょっとこう絵本っていうものには少しこう自分の中で引っかかるアンテナが引っかかるものだったんですけど、それとこう、同時にこうなんか働き方とか一つしか知らなかったので、なんかいろんなことってあるのかなっていうので、こうウェブで出会っていく中で、自分の、得意なことだったり好きなことだったりを中心にして、人のお役に立てるような仕事を考えてくださる方と出会うことができて、今見た構想とかもご相談させていただきながら、一緒に今描いてる途中です。なるほど。素敵ですね。そのじゃあ、何年か前に、カフェで出会った本は、ちなみに、なんていう本だったんですかね。すいません、なんかそこ言えたらかっこいいんですけど、すいません、カバ君とかが出てくるんですよ、カバ君とかゾウさんが出てくる絵本で、ちょっとそれ私も入手したいと思っているんですけど、記念すべきというか、少し出されて、なるほど、大丈夫です、大丈夫です。そのストーリーとか、そういう何かその時の本吉さんにすごくこう来たんですね。ません。そうなんですよ。来たんです。来たんです。関西に住んでるんですけど、ですか？滋賀県に住んでるんですけど、奈良県に遊びに行った時に、奈良町のカフェ、絵本カフェがあって、そこで何となしに見た絵本で、ずってたんです。もう一回、何に？奈良県の奈良カ県の。フェで、そういう絵本カフェに伺った時にちょっといい絵本に出会うことができて、奈良県の時に行った時だったんですそうね。なんです、そうなんでなす、るほど。それでじゃあそれをきっかけに、今の夢を持つようになって、それでそれを仕事にしていけるような、今そこもそういう人に出会って準備をしてるっていうような感じそうです。ですね、まだまだにもなんですけど、お仕事にできるのかね、まだまだ分からないところも、ちょっとなんかそれで絵本を、作りたい人の夢も叶えることができれば、お役に立てるかもしれないし、それを読んでいただいた方も、なんかちょっとこうほっとしてもらえたりとかもすると。その人の次に関わる人もこう優しくなってもらえるといいなと思ったりしています。いいですね。なんかその気持ちがね、こう、ほっとするってか、すっきりするっていうか、なんかそういう連鎖が起きてったらいいですね。そうなんです。
です、うん、そうなんです、うんうんうん、なるほど。はい、じゃあですね、続いて、最後の質問になりますが、はい、今のその発見や出会いですね、そのカフェ、絵本カフェでの、その、うん、まあ、出会った本から、うん、今のような夢を描くようになったということなんですけど、うん、さらになんかそのもうちょっとそのまあ背景的なところで何があったのかっていうのをちょっともうちょっと深く聞けたらいいなと思うんですが、うんうん、先ほどもともとそこまで本はそんなにあれですよね、読んではなかったっておっしゃってたと思うんですけど、はいはい、でもあ、そうそうそう、元谷さんの名前が本に そう これ記事に書いてなんです。でもこの名字もずっとコンプレックスやったんですよ。そうなんですか。はい、どっちかというとはっきり嫌いやったんです。はっきり本当にそうやって、でもちょっとここ彩り絵本ライブラリーっていう話をちょっと知らすようになってから、うん、悪くないかもって思うようになったんですけど、本当ずっと子供の時から結構嫌で、鈴木さんとかが良かったんですけど、佐藤さんなんで本なんだろうって、はい、なんかこの読みにくい名前で他になんか目立つのになと思ってたんですけど、難しいですよね。はい、あ、そうそう、なのでね、そういう、まあ、他にこういろいろ、まあ、何かその自分の好きなことを仕事にするとかそういうことでは、うん、なんかいろんなこうジャンルとかあったと思うんですけど、うんうんうん、なんかやっぱりそこに行ったのはなんでだったんですか。そうですね、なんででしょうね。ずっとちょっと全然違うことを今はしてるんですけど、うんうん、はい、それはこう、まあ、その何ができるかなって、ね、考えていただいた中で、うん、見つけ出してくださったところがあって、私もそれやってみようかなって思えたので、今ちょっとチャレンジしてたりとかなので、もともとは本当にまあ、あんまりそういう人いないかもしれないですけど、はい、大丈夫です、はい、こう夢を持つって結構皆さん、はい、普通にあなた夢は何って言われたら何何って答えることが多いと思うんですが、私ずっと夢を持つことができなくて、うん、あ、そうなんですね、はい、なかなかこう答えることもできなければ想像持つこともできなかったんです。多分それが一番私のその背景としてはそこかなと思う、今の質問を受けて思うのは、うん、うん、でずっとなんかそれが、うん、夢ってどうやって持つんだろうとかずっと思っていたんですけど、うん、じゃあちょっと私はなんかこう自分がどうなりたいとか難しいので、なんかこう絵本作家になりたいっていう人の夢を叶えて、うん、なんか先ほど言ってくださった連鎖、優しい連鎖が生まれるきっかけを作る、ちょっとなんかお手伝いができたら楽しいのかなと最近は、うん、うん、それが夢なのかもしれないようになってきました。あ、なるほど。じゃあそういう、まあ、絵本作家になりたいっていう夢を持ってる人を、まあ、応援するというか、こう最初にもおっしゃってましたよね。なんか、はい、なんかそれをこう電子書籍としてこう、はい、なんだろう、こうウェブにちゃんとこう商品として、うん、絵本として、うん、仕上げる役割を私がすることでその人の夢も叶ったりとか、うん、で多分 まだ今から作って本屋さん作っていくので分かんないんですけど、まあ、ウェブなのでこう読んだ感想とかをダイレクトにこう返すことがもしできれば、うん、その作家さんもこう何かつながりを感じることができるような、そうですね、ですかね。なんかそんなこともまだこう想像なんですけどなるほど。かなり、うん、素敵じゃないですか、それって。そうですかね、なんかそんなことができる、それこそ今私もちょっと高校の友人と絵本を作り始めてるんですけど、うん、一人文を書いてくれる人で、絵を書いてくれる人で、読んでくれる人で作ってるんですけど、はい、絵を書いてくれる人は今アメリカに住んでるんです。でもこうしてこうやってオンラインでミーティングしてたりとかしてるので、うん、多分、うん、関係なくできる時代になってきているので世界中に繋がって、そうなんです。多分ね、本当の本だったらこうね、
郵便とかなんだと思うんですけど。そうですね。すごい。あ、でもすごい夢広がりますね、それ。よかったです。人の夢を聞いて喜ぶんですけど。なるほど。はい。そんな感じですかね。はい、そんな感じで、はい、本屋さんに行っていこうと思っております。はい、わかりました。はい、じゃあ、ちょうど時間もちょうどぐらいなので、はい、今日のインタビュー、ここまでで終わりにしたいと思います。はい、今日は貴重なお話、本吉彩乃さんからでしたね。はい、どうもありがとうございました。パチパチ。ありがとうございました。Thank you.